この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今夜中の1時ぐらいで、何回も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 言っているので、もう皆さん聞き飽きたぞ、知っとるぞっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、レイマイハウスのね、壁がマジで極薄で、隣人のアラームの音で起きれちゃうレベル、もう添い寝、うちら添い寝してますレベルで、ちょっとね物音とか声とかすごい聞こえるので、夜中1時ということで、ちょっとね声のボリュームはめちゃくちゃ落としてお送りさせていただきたいと思います。いつも本当すいません、聞こえにくかったら本当すいませんっていう感じなんですけれど、なんか久しぶりに花を買ったのでちょっとここに置いてますで、今日は何の動画かと言いますと、フロラシスコスメ縛りのメイク動画です。一昨年ぐらいから中国ブームが来てるじゃないですか。で、私は今年の7月に韓国から日本に帰ってきたんですけれども、韓国に、ね、おる時に中国人のことをめちゃくちゃ仲が良くて、で、その中国人の友達に、ねえ中国のコスメめっちゃ可愛くないみたいな、私も買いたいんやけどちょっと 買ってやみたいなちょっと私はズーズーしいので、中国のコスメ欲しいけちょっと買ってよ、お金払うけみたいな感じで頼んでたぐらい、このねフロラシスのコスメめちゃくちゃね気になっとって、ずっと結局そのね、その場のなんかノリで買って買ってって言ったけど、結局まあその話は流れてゲットすることができなかったんですけど、この度なんとこんなにたくさんフロラシス様がコスメを送ってくださって、もうね大感動、もうやばくない、めっちゃ可愛くないというわけで、今日はフロラシス様のコスメ縛りでメイクをしていきたいと思います。完成形がこちらになります。で、今夜中の1時って言ったじゃないですか。化粧をしたのがもうお昼1時のほんと12時間前ぐらいに化粧をする動画を撮って、で、全部化粧が終わってからオープニングを撮ろうと思ってたんですけど、ちょっとねいろいろ仕事でトラブルが起きたりだとか、お腹が空いたりだとか、いろいろありまして、化粧をした後に仕事してご飯食べに行って、で、まあ、花も買いに行ってみたいな感じで、化粧してから12時間が経過してしまったわけですね。で、今こんな真夜中にオープニングを撮ってるっていう状況なんですけれども、全然崩れてなくない？リップだけちょっとこのオープニングを撮る前に塗り直したんやけど、全然崩れてないですよね。もうね、想像以上にめちゃくちゃ良くて、もう送ってくださった全てのコスメが、もう今からね化粧をしていくんで、もうそこで十分にお伝えできるんじゃないかなと思うんですけどね、マジでねめちゃくちゃ全部良くて、もう最高って感じなんですけど、とりあえずメイク動画に行っていきたいと思います。この後出てくるんやけど、こんなにね綺麗に眉毛が描けたのに、なんと眉毛を描いてる工程の動画がもう1秒たりとも撮れてなくて、本当にクズ野郎じゃん。でも、 もうこんなにうまく描けたけ、消したくないと思って、眉毛をね描く工程は明日また撮ろうと思ってます。で、このねコスメと服も合わせてみたんです、実は。はい、ということで
長い長い前置きはここら辺にして、早速メイク動画に行ってみたいと思います。寝起きで顔がパンパンなんですけど、化粧をねしながらどんどんこの顔面パンパンが引いていくことを願って、化粧を始めていきたいと思います。で、なんか寝とる間に変なね前髪の癖がついとったんで、この根元がよう見えとるかわからないけど、根元がなんかこう、あ違う、こうなんか流れとんですね。ここの根元部分がこう流れとるんで、根元だけピンで止めて、でこういう風な跡がついてるので、それに逆らう感じでこっちの前髪はこう留めます。よくね前髪のセット方法とかを聞いてくださる方がおるんやけど、なんかねこういう感じで、なんていうの、ヘアクリップ、なんていうの、こういうの、こういうやつで寝とる時とか夜とか準備しとる時に癖をつけて、でちょっと仕上げにアイロンとかでヒュッてやってあげると、私はいい感じに決まりますね。前髪が、前髪のね漏れ具合は前日の夜から決まっておりますので、ほんまはさ練習しようかなって思っとったんよ。このアイパレットを使ってどういうね今日メイクをするか練習しようと思ってたんやけど、こんなさ美しい模様がついたアイパレットを練習に使ってぐちゃぐちゃになった状態で動画を撮るのはちょっとね嫌やなと思って、今日ねぶっつけ本番のメイクをするんですけど、まだどんなメイクにしようかね決めてないんです。とりあえずねベースメイクから始めていきたいと思います。マジで絶望的なことが起きたんですけど、見て、めちゃくちゃねいい感じに眉毛が描けたのに、眉毛描いとるところさ取れてなかったどうしよう、眉毛だけ明日取ろうかな。とりあえず今すもう人生で一番上手に描けたんじゃないレベルで眉毛めっちゃ上手に描けたんやけど、ちょっとねその工程が取れてなかったので
明日眉毛だっけ描いてボンって、え、どうしよう、落とす、でもめっちゃもったいなくない、こんなに上手に描けた眉毛落とすの。マジでさ、マジで死ぬほど描きやすくて、こんなにね、一本よ、これ一本でこんなにね上手な眉毛描けたんやけど、工程が取れてなかったね。つらすぎない？でもね、絶対にこんな綺麗な眉毛を落とすのは嫌なので、眉毛だけあの後日取ってもうボーンって合体させちゃいます。はい、ということで昨日なぜか眉毛を描く工程が1秒たりとも取れてなかったので、次の日レイマイがちょっと眉毛描いていきたいと思います。昨日ぐらいうまく描けんかったらどうしよう、頑張ります。私が今まで使ったことあるアイブロウペンシルの中で、ここのスクリューブラシのこのペンシルの方も一番ね細いので、マジであの繊細なタッチが描ける、めちゃくちゃいいですこれ。では全集中して描いていきます。はい、ということで今日もうまく描けました。ちょっとね、目とかのメイクをしてなかったらマジで極太でやばやばく見えるんですけど、とりあえず今日も上手に眉毛が描けたと思っているので、では続きは昨日のレイマイに任せたいと思います。昨日のレイマイ、眉毛だけあの後日取ってもうボーンって合体させちゃいます。じゃあ引き続き化粧していきたいと思います。もう辛いけど頑張ります。いよいよ使う、もったいない、マジで使うの、使いたくない、使いたくない、使いたくない、ずっと眺めていたい。今さ、この顔がさ、土壌すくいまんじゅ、土壌ひょっとこ、土壌すくいまんじゅのなんかよくわかんけど、それにさ、似すぎとってさ、編集するときにさ、あの完全に一致ってやろうって思ってさ、その画面を想像したらなんかめっちゃ笑えたっていう。はーい赤は絶対に入れたくて、でこのハイライトっぽく使えそうなのも使いたいです。こちらのネイビーみたいなね、ネイビーか、ネイビーみたいなのも使いたいですっていう気持ちで、うーん、なるべくさ、この絵があんまついてないところから削ってつけるね。これをまずベースとして塗ってみたいと思います。こっち使います。緊張する、
これのピンクを目頭側につけて、この赤を目尻側にして、このネイビーでアイラインを引いて、でこのね、めちゃくちゃ綺麗に発色してくれそうなこの白を、ほんと目頭が目頭、このここね、ここにピッて乗せて、ちょっとイクメイクでやっていきたいと思います。ちょっと全集中するので、今からは副音声に切り替わるかもしれません。頑張ります。緊張し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 ます。ちょっとこの白。Maybe.ではこっちの目もやっていきたいと思います。めちゃくちゃ可愛いアイメイクになりました。では仕上げにこちらのハイライトをこの辺りと鼻にのせていきたいと思います。見すぎん。めっちゃかわいい。
コインチョコイン。では、大仕上げ。リップを塗っていきたいと思います。本当にいちいちパッケージも可愛いし、遊び心満載で最高。いきます。タラリラリラタラリラリラリラタラリラ、緊張するね。塗っていくよ。え、いくよ。マジで楽しみということで、ちょっと髪の毛やってきます。かわいい、めっちゃかわいい。